ホーキー君へ練習が先生の指導を受けるのが足りない。一週間一回では足りない。にもかかわらず常時遅れるし、時々練習を休む。これではますます先生から指導を受ける時間が短くなる。先生の言うていることがわからなくなる。なんぼ努力しても先生の話を聞いてから、指導を受けてから練習せんと練習効果は上がらない。君は随分練習しているのに評価されないというが、その理由の一つに先生の指導を受ける時間が少ないということがある。遅れる、休むということがある。2番目、なんぼ練習しても正しい方法で練習しなくては効果が上がらないばかりか、マイナス効果がある。間違った方法を自分の判断だけで正しいと思うて、やればやるほど悪い癖がつく。これも先生の指導を受けて正しく理解してやればそれなりの効果があるが、そうでなければ間違った方法でやっておれば悪い癖がつく。悪い癖はマイナスである。正しくするためにはこれを直してから正しくせんといかん。余計時間がかかる。先生はいつも言うている。一生懸命やるのはいいが、正しいやり方でやると言うている。先生の指導を受けていなければ正しいやり方をやるのは非常に難しくなる。まず休まんように、まず遅れんように、それからとにかく先生の指導を受ける時間が短いのであるから、なんとかして長く教えてもらうように努力せんといかん。まだ練習して始めてから1年半、1年間に50回仮に稽古しているとして、先生の指導を受けているとして、まだ75回ぐらいしか受けていない。200時間ぐらいしか受けていない。75×3 はだいたい200である。200時間しかぐらいしか指導を受けていない。そのぐらいで、まあ大学生の、武道部の 例で言うと、まあ1学期終わったぐらいである。彼らは年間、そうだな、凄まじくある。まだまだ出席して先生の練習をもっともっと受けんと、黒帯は遥か
先の話になる。